こっちはもう11月の27日オープン。ブログでもあちこちみんな出してもらってるから。あ、ブログもなんか出してもらってるみたいで、なんかあちこちなんかだって。お客さんっていらっしゃいますよ。あ、来ますね、はい。じゃあ、ここの仮設の方々だけではなくて、福島内から。もう来ますし、東京も来るし、みんな。あ、東京も行きますか。行きますよ。なるほど、じゃあ、店的には繁盛なんじゃないですか。そうでもないです。いや、いや、繁盛します。嬉しい、嬉しいお声を。申し訳ない。いや、本当に美味しくて。今まではお店、お持ちだったんですもんね。そうそう。はい、34年間、はい、今はそのお店、もともとのお店はクローズして、もう使えないですよ、直さないと、もう半端じゃないけどね、もうカビ入ったり。内外の方にこう、なんでしょう、お店のメッセージとか PR とかもしあれば。 PR ですかね、PR つきまだな。遠くから来る人もいますし、まあ、PR っていうよりも来ていただければ、それで十分です。いろいろ食べきれないと思って、またね、来させていただいて、全部食べたいので。ぜひお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。奥にね。これなんかエコたわしというよりはもうぬいぐるみの。本当だ。本当だ。あそこにいるのパンダとかいろいろ飾ったんですけど。ちょっとこれ もったいない。たわしにはもったいない。だから結構飾って本当に買っていかれる方多いですね。あの孫にとか。うん。持てちゃう。店番なんですけど、非売品で調子してもらってるので、結構、ね、いらっしゃらない時はちょっと1時間2時間とかいらっしゃらない時もあるので、thank you.